見えました。折り紙家です。ナイスタイミング。モクサの方も本格的に動き出したみたい。ほら、スマホ見て。おっと、何やら動きがあったようです。潜水艦の甲板に人が出てきました。どうやら女性のようです。皆さん、私は折り紙あかねです。私の話を聞いてください。この人が、折り紙あかね様。今、この国には、大きな危機が迫っています。20年前の、いや、それ以上の災厄が、起ころうとしているのです。20年前の災厄の元凶、大荒玉が、再び蘇ろうとしています。当時の皆さんは感じたでしょう。先ほどの不思議な現象を。もしかして、さっきの幽体離脱的なあれ？どうか、皆さんのお力をお貸しください。何でしょう？さらに動きが見られます。潜水艦の射出口でしょうか？それが稼働しているように。ミサイル？いや、あれはコンテナ。でしょうか。これは攻撃ではありません。今飛び立ったのは、私たちの希望なのです。あのコンテナは、もしかして、モクサの閉じ。もう時間がありません。手短に作戦を確認します。先ほど話した通り、我々の目的は撹乱。敵陣で暴れ、一人でも多くの相手を引きつけること。敷地内は広大なため、効率を考え二班に分けます。瀬戸内知恵、七ノ瀬国旗、朝倉美穂の A チームと、それ以外の B チームです。じゃあ、私は B チームだ。清香ちゃん、よろしくね。怖くなったらいつでも抱きついていいから、遠慮しないでドンと来て。いや、ほんと、マジで。ありがとう。ここからは各自臨機応変に判断し動くこと。それとくれぐれも深追いだけはしないように。全員揃って祈祷してこそ初めて作戦成功と言えるのですから。そうね。全て終わったらまたみんなでクレープを食べに行きましょう。賛成。クレープのために頑張ります。では作戦開始です。何事だ。未確認飛行物体を捕捉。これはストームアーマーのコンテナです。予想着地点はここです。ここに向かって飛んできます。なんだって。まさかモクサの残党か。退避退避。どうした、カナミ。ここで出会ったみんなと、また戻ってきたんだな、って。そうだな。ああ、戻って来られるとは思わなかった。考えにふけるのは早い。サーヤの言う通りです。ストームアーマーの稼働時間は、予備電池を含めても30分。それまでに大荒玉を撃たないと。時間は私たちの味方じゃないんですね。イエス。ですので、大荒玉探索の邪魔になる内蔵スペクトラムファインダーはオフにしちゃってください。
つけっぱなしじゃ相手にこちらの位置が筒抜けで、折り紙家に細工されてなきゃさっさと大荒玉に勝ち込みかけられるんだが、ねね、そっちなのか、ねね。あっちは祭殿の方角。きしょう、大荒玉がいるのは見つけた。決めた。千鳥のお姉さんに遊んでもらおうっと。あっちの方からドーンってすっごい音したね。びっくりしちゃったよ。どうやら始まったようね。それじゃあ私たちもできる限り暴れて警護の注意を引きつけましょう。うん、大暴れして要たちを援護しなきゃ。何者だ、そこで何をしている。ったりいいな。どうしたの？いつもなら暴れた後すっきりした顔してるのに、ずいぶんテンション低くない？私は別に戦闘狂じゃねえよ。ただ荒玉ちゃんたちと戯れるのが好きなだけだ。人間相手にやり合ったって面白くねえの。だいたい殺さないように気絶させるとかめんどくせえんだよ。バッサリ切っていいんじゃねえか。ダメよ、人殺しは絶対にダメ。わかってるっつーの。はあ、かったりな。ほらほら、気合を入れてもっと護衛を引きつけましょう。頑張るぞ。ああ、わあ、頑張れ頑張れ。コフキちゃんも頑張るのよ。やればできる子なんだから頑張って。だから念を押すんじゃねえっての。はあ、気が進まねえけどやるとするか。あっちだ、あっちに賊がいるぞ。ゆかり様のお膝元でこれ以上の狼藉を許すな。 A チームが行動を開始したようですね。こちらも始めましょう。そして深呼吸してるキヨカちゃん、かわいい。お持ち帰りして部屋に飾りたいレベル。山城ゆい、どうやらあなたは緊張とは無縁のようですね。実に頼もしい限りです。ミルヤさんみたいな美人に頼りにされる日が来るなんて、生きててよかった。この感動一生ものにします。そのメンタルの強さ、少し分けてほしいです。メンタルどころか、キヨカちゃんになら身も心も魂も全部捧げちゃうんだけどな。娘キヨカの緊張も少しほぐれたようですね。では行動開始しましょう。賊はどこだ。やばい、伏せて伏せて。ほら早く見つかっちゃうって。何をしている。こっちだ。今行く。ふう、危うく見つかるところだった。ナイス、あたし。あれ、ん？不思議そうな顔してどうしたの？もしかして、あたしに恋しちゃった？いやー、照れちゃうなー。山城ゆい、作戦内容を理解していますか？我々の目的は敵の注意を引きつけること。隠れてどうするのです。あ、そうだった。思わずついここでドジッコスキルが発動しちゃうなんて。でもそんなところが可愛いなんて思ったりしません？
虫キラでも見るかのような冷たい目、ゾクゾクします。ありがとうございます。どうしてお礼を言うのか理解不能だよ。よし、反省完了。次はこれ以上ないってくらい完璧にやっちゃいますから、大船に乗ったつもりでドンと任せてください。ぜひそう願いたいものです。その大船が泥船でないことを祈ります。敵はどこ？ゆかり様にあだなすやからは私が必ず退治してみせる。ほっ、カモが来た。チャンス到来。誰だ？誰？もちろん君の運命の相手だよ、子猫ちゃん。私を探してたみたいだけど、デートのお誘いのか？だとしたら答えはイエスだよ。さあ、一生心に残る思い出を作ろうよ。遠慮はいらないよ。この胸に飛び込んでおいで。変態よ、みんなここに変態がいるわ。できるだけ多くの手勢を集めてちょうだい。やりましたよ、ミリアさん。作戦成功。そのようですね。乙女にお刀を向けなきゃいけないなんて、心苦しくて胸が張り裂けそう。ですが、その甲斐はありましたよ。この調子で次のポイントに向かいましょう。はい、お供します。たとえ地の果てどこまでも。ゆいちゃんの元気はどこから湧いてきてるんだろう。え、知りたい？いえ、なんだか怖いので遠慮します。怖くないのに、痛くないのに、残念。千鳥のお姉さん、お姉さんはきっと誰より強い。だからお姉さんを倒せば私は。すごい気迫。この子どうしてこんなに。でも楽しい。すごい、これが天然理心流の極地なんだ。でも私だって。まだだよお姉さん。なんだろう、この子何か急いでる。楽しいね。邪魔を。からの8万力を使って。そういやー、カナミ投げ飛ばし、ヒヨヨンたちの元へお届け物です。残念でしたね。カナミはヒヨヨンたちのところへ飛んで行ってしまいました。もう少しだったのに、なんで余計な真似するの。その顔が見れただけで残った甲斐がある。傷ついたモクサの仲間たち、あなたには大きな貸しがあります。だから何、そんなの弱いのが悪いだけでしょ。知ってるよ、お姉さんたち二人弱いからここに置いていかれたんだ。それってあの千鳥のお姉さんと違って、二人がかりでなきゃ私を抑えられないってことだよね。そうだな。ま、ムカつくけど。事態を冷静に把握し、最良の判断を取れる指揮者がいることが頼もしいです。それと、俺たちは二人じゃない。ねね。ねね。二人と一匹だ。だから、
から何？いいよ、すぐに片付けて追いかけるんだから。時間ないのに。ここら辺の護衛はあらかた片付いたな。次どうすんだ？そうね、それじゃあ移動して。賊だ！あそこに賊がいるぞ！ちっ、まだ嫌がったか。今度こそもういねえな。で、どうすんだよ？カナミたちは大荒玉の元に向かってるんだよね。そりゃそうだろう。そのための殴り込みなんだからよ。私も大荒玉の元へ向かいたい。だけど、私たちのできることは何も。そんなの言ってみなきゃわかんないよ。何もできないかもしれないけど、何かできることだってあるかもしれない。それだけで向かう意味はあるよ。こんな大きな反応、やっぱり普通じゃない。カナミに全部任せて待ってなんかいられない。だから私は行くよ。わかったわ。それじゃあ行きましょう。ミホノちゃん一人で行かせられないもの。私も構わねえよ。大荒玉ってのに興味があるしな。それにミホッチ一人じゃ突っ走りかねねえからな。おもりが必要だ。フッキーにだけは言われたくないよ。なんだと？荒玉？しかもこんな大量に。日和ちゃん、この荒玉。ああ、こんなことができるなら親衛隊第三隻、サツキヨミ。行きなさい、荒玉たち。来た！キャー！もっと、もっと。切っても切っても次から次へ。これじゃキリがない。ただ力を消耗するだけだ。大丈夫、右前方一気に突っ込んで。分かった。よし、抜けた。逃がしはしない。あなたの相手は私がします。みんなを先へ行って。もいちゃん、今度はこれが最善なの。だから今は早く、もう時間が。でも大丈夫、舞は私が守るから。さやかちゃん、かなみ、二人とも早く来てね。待ってるから。舞、怒ってる？うん、言うこと聞いてくれない子に怒ってる。だから罰として新作のクッキー全部食べてもらうから。任せて。このスペクトラムファインダーの反応、大荒玉が本格的に動き出したのでしょうか。周辺に多数の荒玉が現れているようです。そんな悲観するにはまだ早すぎます。諦めるのは全て終わった後でも遅くはありません。はい。そこのお前たち、侵入者だな。これ以上勝手な真似はさせない。周囲の状況から、モクサの面々は祭殿へ向かっていると考えるべきでしょう。我々は、彼女らが行動しやすいように撹乱を続け、1秒でも多く、時間的猶予を捻出します。その1秒が勝敗を分かつ可能性は、ゼロではないのですから。それじゃあ、じゃんじゃん乙女たちを、もとい、警護を引きつけちゃいます。
ゆいちゃんがいてくれてよかったです。その明るさに救われます。お、もしかして私の株がぐんぐん上昇中？これは頑張ってもっといいところ見せなくちゃ。はーい、そこの君、私と愛を語り合わない？余計なこと言っちゃったかも。ごきげんよう。伊豆以来ですわね。必ず来ると思っていたよ。急いでいる。そこを通してもらおうか。好きにするといい。ただし僕たちに勝てたのだ。前回は不覚を取りましたが、今回はそうはいきませんわよ。これ以上言葉は不要。切るか切られるかですわ。その目は、このまがまがしさ、やはりその体に呪う。半ば荒玉と化してまで折り紙ゆかりを守るというのか。力なき正義は無力。力でなければ守れないものもある。そして力でこそもたらされる幸福だってあるというものですが、その力を与えてくれるのであれば、神でも鬼でも僕は一向に構わない。忠誠を誓うにはこれくらいシンプルな方がいいでしょう。カナミ、次から次へゾロゾロと湧いてきやがる。祭壇に近づくにつれて守りが固くなっていく。全員相当な閉じね。うん、一瞬も気を緩められない。これだけ警備が厳重だということは、逆に江藤さんたちはまだここにたどり着いていないということになるわね。よかった、カナミたちが来る前に露払いができて。やっぱり来て正解だった。とはいえ、この数を3人で相手にするのは骨が折れるぜ。頑張ろう。頑張ればきっとなせばなるから。相変わらず何の根拠にもなってねえが、やるしかねえよな。なんなんだこいつら、たった3人で。なんて気迫だ。数が多ければいいってもんじゃねえんだよ。こちらの勢いにひるみ始めたみたいね。このまま一気に畳みかけましょう。ここが正念場ってな。うん、私のありったけをぶつけるよ。資質は認めるが、まだまだ青いな。このまま押し込ませてもらうよ。これだけの強さがありながら、なぜノロを受け入れる。僕は自分が強いだなんて思ったことは一度としてないよ。目指す背中は彼方に遠く、見上げる頂は遥か高い。並び立てるだけの力を得る。目的のためならばどんな手だって使う。君だってそうだろ。さあこれでしまいだ。お前の言う通りかもしれない。目的のため、今ここでお前に勝つためならどんな手だって使ってやるさ。こんな風に装備を強制パージし打ち出した。だがそんなもの当たりはしない。当たる必要はない。一瞬お前の体勢を崩すことさえできれば。まさか最初からそれを狙って。ああ
見事だ。しおりちゃん、そっちも決着がついたようだな。うん、なんとかギリギリね。お互い消耗しちゃったけど、走れる？当然だ。あれ様、どうして荒玉が、どこよりも荒玉に対する守りが強固なはずのこのお屋敷に現れるなんて。考えるのは後よ。今は目の前の敵に集中しなさい。うわ、嬉しくないサプライズ来た。こんな時に荒玉まで出てくるなんて。荒玉の介入により警備隊が浮き足立っています。この状況を利用しましょう。警備隊と荒玉を同時に相手にしなきゃいけないとか相当ハードですね。ミリアさん、私頑張るんで、ご褒美に後で頭をなでなでしてくれませんか。ミリアさんがいい子いい子してくれるなら超やる気が出て元気100倍になるんです。その程度でやる気を出してくれるならお安いものですよ。やった、ラッキー。よーし、やっちゃうぞ。この荒玉強い。大荒玉による影響でしょうか。何にせよ気は抜けませんね。もうこれ以上サプライズとかいらないです。ほんとそれ、喜ばれないサプライズは犯罪だよね。次が来ますよ、気を引き締めて。はい。